岩手県陸前高田市長の蕎麦太志でございます。昨年に続きまして成田さん、新勝寺様にこの節分会にお招きをいただいたところでございます。今被災地はまだまだ復興の状況にはございません。大変に厳しい状況が続いている中で、今東日本大震災があったというその事実さえも忘れ去られようとしているところでございます。そういった中で昨年この場におきまして、神様から大勝ち守りをいただきました。その大勝ち守りは私たち被災者にとっては本当に心の支えでございます。絶対に負けない、被災には絶対に負けない、そういう思いで日々過ごさせていただいております。どうか皆様、これからも被災地のことを忘れないでいただきたいと思います。そしてエールを送り続けていただきたいと思います。今日はこの節分会に参加をさせていただいて、震災に勝つ、そういう思いでこの節分会に参加をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてまたこれまでの皆様方のご支援に対しまして、心から感謝を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。私どもも